はい、皆さんこんにちは。コミュニティ TV 八木でございます。本日は著名人シリーズを配信いたします。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回は誰もが気になるアスリートの腕元にフォーカス。鍛え上げられた腕に巻かれた高級腕時計はまさに成功者の証といっても過言ではございません。そんなトップランクのアスリートはどのような腕時計をつけているのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。最初にご紹介するのは、日本屈指のディフェンダーとして日本やヨーロッパで活躍したサッカー元日本代表の槙野智章選手。2010年にサンフレッチェ広島の中心メンバーとしてリーグ戦全試合出場を果たし、 J リーグベスト11に選出。その後ドイツの古豪 FC ケルンを経て浦和レッズ、ヴィッセル神戸に在籍し、日本代表としてロシアワールドカップでも活躍しました。さらには記憶にも新しい2022年 FIFA ワールドカップカタール大会では現役選手として現地リポーターに抜擢された槙野選手。そんなサッカーファンから熱い支持と人気を集める槙野選手が着用するモデルはロレックスデイデイト、リファレンス18238オニキス文字盤。漆黒のブラックオニキスが光るリファレンス18238。ゴールドやプラチナのレアマテリアルのみで展開されるロレックスの最上級モデルデイデイト。こちらは18金イエローゴールドケースブレスにブラックオニキス文字盤を組み合わせたスタイリッシュかつ豪華なデザインが特徴のモデルです。1988年のモデルチェンジに伴い、腕元に馴染む 36mm ケースはそのままに、全モデルの肉厚なかまぼこケースから厚みを抑えたスマートなケースにアップデートされています。現在は現役を引退し、サッカー指導、解説者、タレント、モデルなど幅広く活動する槙野選手。そんな華やかなライフスタイルを彩るぴったりな一本と言えるでしょう。爽やかでワイルドなルックスの槙野選手によくお似合いです。2人目にご紹介するのは、ギータの愛称で親しまれる福岡ソフトバンクホークスのキャプテン柳田悠岐選手。2度のパリーグ MVP 受賞、 NPB 史上初となる首位打者とトリプルスリーを同時達成し、代名詞のフルスイングで多くのファンを魅了する柳田選手。昨年に引き続き今シーズンもキャプテンを務め、チームを牽引するとともに好調なプレーが注目されています。また6月に発表されたマイナビオールスターゲーム2023の中間ファン投票でもリーグ最多となる496,436票でダントツの1位を獲得。そんな圧倒的な人気を見せる超人ギータが着用するモデルはロレックスデイトナ、リファレンス116506アイスブルー文字盤。加工や研磨が困難な素材のため、最高級のモデルにのみ使用されるプラチナを採用したデイトナです。チェスナットブラウンのセラクロム製ベゼルと爽やかなアイスブルーのカラーリングが印象的なこちらは、デイトナ誕生50周年となる2013年に発売されてから、そのデザイン性の高さから絶大な人気を誇っています。2023年のウォッチ&ワンダージュネーブにて後継機となるリファレンス126506が発表されたことに伴いディスコンとなりましたが、大きなデザイン変更が入らなかったことにほっとした方も多かったのではないでしょうか。球界切ってのイケメンでもある柳田選手がつける腕時計にふさわしいアイスブルー。彼の手首の強さならプラチナの重さも全く問題ないことでしょう。名実ともにトップクラスの柳田選手がつける納得の一本ですね。3人目にご紹介するのは、令和初の三冠王村上宗隆選手。日本人最多のシーズン56本塁打を達成し、野球界のレジェンド王貞治さんの記録を塗り替えた村上選手。さらには NPB 史上最年少の22歳という若さで令和初の三冠王を達成する快挙も成し遂げました。その偉業を記念し、昨シーズンの最終戦で放った56号の着弾地点には先日記念モニュメントも完成。そんな偉業を達成した村上選手が着用するモデルはパテックフィリップノーチラストラベルタイムクロノグラフ、リファレンス 5990/1A-001 ブラックグラデーション文字盤。2014年に新作として発表されたステンレススチールケースのノーチラストラベルタイムクロノグラフです。
搭載されているトラベルタイム機構は3時位置のホームと9時位置のローカルの小窓で昼夜の判別が可能となっており、ケース9時側の上下プッシュボタンで1時間の全更新、ローカルタイムの設定を瞬時に行うことができます。さらには12時位置にある日付表示も連動しているため、日付を単体で合わせる必要もなく、文字盤のブラックグラデーションがこれまでのノーチラスにはないモダンでクールな印象を放ちます。村上選手のインスタグラムでは、村上選手の普段を垣間見れるチャーミングな写真がよく投稿されていますが、着用している腕時計は貫禄あるベテラン選手、腕時計選びのセンスもさすがの一言です。今季もまた新たな記録を更新してほしいですね。最後にご紹介するのは、ボクシング界に新風を巻き起こす格闘家、那須川天心選手。キックボクシングの公式戦で42試合全勝という驚異的な成績を残し、キックボクシング史上最高の天才と称され、神童の異名を持つ那須川選手。昨年の6月に開催されたザ・マッチでは、タケル選手にキックボクシング最後の勝利を収め、ボクシングへ転向します。そんなプロボクサーとしても今後さらなる注目を浴びる那須川選手が着用するモデルは、オーデマピゲロイヤルオーククロノグラフ、リファレンス 26240BA.GG.1324BA.01 フロステッドゴールド。まるでハイジュエリーのような圧倒的な存在感を誇るロイヤルオーククロノグラフ。ロイヤルオーク50周年を記念し2022年に登場したこちらは、18金イエローゴールドのケースとブレスレットにエレガントなフロステッドゴールド仕上げが施された41ミリ系のモデルです。フロステッドゴールド仕上げはジュエリーデザイナーキャロリーナ・ブッチとのコラボレーションで生み出されたフィレンツェの伝統的な単金技法で、ダイヤモンドダストのような輝きを放ちます。文字盤はケースの色にマッチさせたグランドタペストリーダイヤルにブラックカウンターのコントラストを強調、自社製フライバッククロノグラフムーブメント、キャリバー4401が搭載され、サファイアケースバッグを通してその美しい装飾を見ることができます。活躍の場はリングの上だけに限らず、グローバルメディア GQ が主催する GQ マンオブザイヤーにも昨年選ばれた那須川選手。ブラックスーツにこのモデルを合わせ、ボクシングでもチャンピオンを目指す姿勢がうかがえますね。まとめとなります。トップアスリートが身につけている高級腕時計は、中には手が出せないような高価格帯のものもありますが、吟味して探せば購入できるものも多くございますので、ぜひ当店スタッフまでご相談ください。今回もこの動画がご自身のお気に入りの一本を選ぶ際の一助となれば幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。